はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画なんですけれども、やってまいりましたニューヨークバーチャル観光番外編第2弾でございますね。でね、番外編の第1弾ではですね、ニュージャージーのこのね、まあね、方々圏ですとかジャージーシティとかね、まあそのあたりをご覧いただいたんですが、はい、今回ですね、私どこに来ているかと言いますと、ニューアーク国際空港に来ております。でね、まあ本編のですね、まあね、ニューヨークバーチャル観光ではJFK 空港からマンハッタンまでっていうですね、それをやったわけなんですけれども、今回のですね、この番外編ではですね、リクエストがありました。ニューアーク空港からそのマンハッタンまでのですね、この道のり、これをですね、まあね、ぜひやってほしいということでしたので、今回この番外編でね、お届けしていきたいと思います。はい、というわけでね、今ねニューアーク空港のですね、ターミナル A におりますので、早速ですね、ここから出発いたしまして、ニューヨークのですね、マンハッタンまで移動していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではですね、このね、ターミナル A を出発して、マンハッタンに向かっていきたいと思います。でね、このね、ニューアークリバティ国際空港なんですけども、リバティというふうにですね、名前がついたのはですね、実はですね、2001年911の後についたんですね。でね、これ、ね、なんでリバティってついたかと言いますと、はい、このね、911の犠牲者のね、追悼のためにですね、このリバティというのが後から追加されまして、現在の正式名称ニューアークリバティ国際空港というふうになったわけでございますね。でね、今ね、ちょうど見えているのがターミナル C なんですけれども、このね、ニューアークリバティ国際空港はですね、3つのターミナルからなっております。それではですね、これから空港を出まして高速道路に入っていきたいと思うんですけども、今いる場所、実はですね、この乗り換えがですね、めちゃくちゃ複雑なんですね。でね、ちょっと違うところに入ってしまうと全然違うところに連れて行かれるっていうですね、そういったことが起きます。なのでね、慣れてないと、わー間に合わないってなりまして、はい、全然違うところに行っちゃったっていうですね、はい、今ね、赤い車もね、道を間違えてましたね。はいはい。でね、今いるところなんですけども、はい、ここからですね、95号線ニュージャージーターンパイクのですね、北方面に向かって入っていきます。でね、今ちょうど目の前にはですね、空港の敷地がですね、ずーっと広がっているんですけども、このね、95号線に入るのにですね、このね、空港の敷地、これをですね、ずーっとね、こう取り囲むような感じでね、道路が走っております。それではですね、このまま進んでいきましょう。はい、それではね、ここから料金所 EG パスっていうのが見えたと思います。でね、このね、EG パスなんですけれども、いわゆるですね、日本でいうところの ETC になります。でね、このね、EG パスっていうのはですね、この東海岸の中でもですね、ニューヨーク、そしてニュージャージー、そしてペンシルバニアだとかね、まああとワシントン DC でも使えるんですけども、主にですね、東海岸を中心に使われているものでございます。はい、ではですね、この料金所を過ぎるとですね、95号線をですね、ずーっと北に向かうことができますので、ぜひこちらから見える風景をお楽しみいただきたいんですが、実はですね、はい、この95号線周辺というのはですね、何もありません。はい、なのでね、こうね、建物がですね、全く見えずにですね、ここから見えるですね、風景というのはですね、本当にですね、こう平原しかありません。はいもうなのでね、もう本当にですね、ここを走ってるとですね、何も面白いことはないんですけれども、実はですね、ここから見えるマンハッタン、これがね、めちゃくちゃ綺麗なんですね。でね、今ね、ちょっと拡大してるんですけども、これ、はい、車に乗ってですね、肉眼で見るとですね、めちゃくちゃ綺麗に見えますので、このね、ニュージャージー側から見るね、マンハッタンのダウンタウン、これはね、一つの見どころでございますので、ぜひね、車に乗ってね、移動するときはですね、ここで写真を撮っていただければと思うんですが、はい、これね、普通に写真撮るとですね、マンハッタン綺麗に見えませんので、まあ、なのでね、決してね、そのまま撮らずに、ズームをして、こう、写真を撮っていただければいいなっていうふうに思っております。はい、少しずつね、こうね、マンハッタンが見えてまいりましたね。はい、で、ここでなんですけれども、いよいよですね、95号線も終わりでございます。で、ここからなんですけれども、ニュージャージーの州道495号線に入っていきまして、ここからですね、リンカーントンネルを目指していきます。
で、この先ね、まあ、もう少し進みますと、まあね、だんだんね、こう都会のね、風景が見えてくるわけなんですけども、このね、495号線を中心に、右側にはですね、ホーボー県、そしてですね、ジャージーシティが広がっておりまして、で、左側にはですね、ウィーホー県という場所が広がっております。でね、今ね、目の前にですね、高い建物が見えてきたんですけども、これがですね、ジャージーシティの建物でございますね。でね、前回のですね、動画で、はい、このホーボー県、そしてですね、ジャージーシティの動画を特集しておりますので、ぜひ、そちらの動画もお楽しみいただければと思います。でね、この先、またね、イージーパスっていうのが見えてきたんですけれども、ここでもですね、はい、トンネルの料金が発生いたします。でね、このね、まあ、ニュージャージー側からですね、マンハッタンに入るときっていうのは、まあね、これね、料金が発生するんですけども、逆にですね、マンハッタンからニュージャージーにですね、出るときっていうのは、料金が発生しないんですね。なので、はい、このね、リンカントンネルっていうところを通っていくんですけども、はい、ここを通るときですね、はい、なんとですね、15ドルぐらいのですね、超高額なトンネル料金が発生いたします。はい、わずかですね、まあ、2.5 キロのですね、まあね、短いトンネルではあるんですけども、それを通るためにですね、まあね、15ドル払うっていうですね、そういった感じなわけでございますね。はい、というわけでね、上側にですね、紫のイージーパスの看板が見えてきましたので、このままですね、ずーっと入っていきまして、このリンカントンネルを抜け、そしてですね、マンハッタン、ミッドタウンへと入っていきましょう。はい。というわけで、皆様ですね、お待たせいたしました。マンハッタン、ミッドタウンへと到着してまいりました。でね、ここからなんですけども、42丁目タイムズスクエアを通ってもいいんですが、やはりですね、今ね、夕方でございます。なのでね、ここから見える最高の風景をですね、ぜひお届けしていきたいと思うんですが、今ここからですね、はい、36丁目に出ていきます。で、そこからですね、9番街を右に曲がって、そして34丁目に入っていきますので、そこから見える風景、一体何が見えるかと言いますと、はい、この後をですね、ぜひお楽しみください。はい、でね、今目の前にはですね、ハドソンヤードのビル群がね、ちょっとだけ見えておりますね。ここから見えるね、まあハドソンヤードもまあなかなか綺麗ではあるんですけども、やはりですね、このハドソンヤードはですね、まあ非常に新しいものではあるんですが、もうね、ニューヨークの象徴といえば、はい、もうたった一つしかございませんので、こちらをですね、ぜひお楽しみください。それではですね、このまままっすぐ行きまして、9番街を右に曲がって34丁目と入っていきます。はい、というわけでね、まあ、いよいよ34丁目に入りました。で、ここからなんですけども、一番綺麗に見える建物というと、はい、エンパイアステートビルでございますね。でね、やはりですね、このね、エンパイアステートビル、いろいろなところから見えるんですけども、この34丁目から見えるのが一番綺麗なんですね。で、このね、エンパイアステートビル、完成したのはですね、1931年、高さがですね、 443.2m あるですね、まあ、非常に大きな大きな建物でございます。でね、まあ、昔はですね、まあね、ニューヨークで一番高い建物だったんですけども、今はね、そうでなくなってしまいました。はい、非常に残念でございます。はいはい。でね、ちょうど今左側にはですね、ニューヨークで一番大きいデパート、メイシーズが見えてまいりまして、ちょうどね、このところがですね、6番街とブロードウェイの交差点となっております。それではですね、このまま5番街に向かいまして、このエンパイアステートビルの麓まで向かっていきましょう。はい、皆様お疲れ様でございました。ニューアークリバティ国際空港を出発して、ここエンパイアステートビルの麓へと到着でございます。はい、皆様お疲れ様でございました。ニューアーク国際空港からですね、ここエンパイアステートビルの麓までやってまいりました。でね、
もうね、もう皆さんご覧いただいた通りなんですけれども、はい、ニューヨークのね、空港の周辺、何にもありません。はい。もう見渡す限りの大平原みたいなね、まあそういった感じだったと思うんですけど、まあ確かにですね、こうね、高い建物がないので、まあなので高速道路を走ってるとですね、まあ遠くに見えるマンハッタンみたいなね、そういった感じのものしかないわけでございます。だからね、まあこの辺りなんですけれども、JFK 空港から、このね、ニューヨークのね、このマンハッタンに来るのとは、もう全然違くて、もうね、ほんとね、もう見渡す限りね、何にもないところをですね、延々と走ってくるみたいなね、そういった感じだったわけでございます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画なんですけれども、まあ、ニューヨーク国際空港からですね、ここマンハッタンのエンパイアステートビルの麓まで、やってくるというですね、そういったね、ドライブ動画をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。もしよかったらですね、またね、このドライブ企画またやりたいなっていうふうに思いますので、またね、ぜひご覧いただければと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。